ダイナマイトポップスは日本のお笑い系歌謡曲ロックバンド1994年結成東京渋谷クロコダイルに年4回出演中かつてハードロッカーとして鳴らしていたバッキー吉田と小萌えスタ平坂が1993年頃バンドを作ろうと動き出したのが結成のきっかけとされているバンドに関しては 隅々まで経験をした二人が考えていたのは中途半端なオリジナル曲を延々演奏してどっちらけるバンドだけは避けたい。どうせ今の仕事を捨ててプロバンドに専念する気などないわけだからみんなが知っているヒット曲しかやらないバンドをやるという考え方だった。そうなると曲の中心は 自然と誰もが知る日本の歌謡曲となり、ベンチマークは二人が死と仰いでいた沢田健二に決まる。そして、日本一ヒット曲を持つバンドを目指し、観客を飽きさせないトークと笑い、そして誰もが一緒に歌える有名な曲を、次から次へと演奏する、というコンセプトのもと、ダイナマイトポップスは誕生した。1994年のことである。現在では、東京、渋谷、 原宿にあるライブハウスクロコダイルに出演、年に4回ほどライブを行い、毎回満員にする。2002年頃までは東京、赤坂にある赤坂グラフィティにも出演しており、一時期は毎月、しかも1日4ステージをこなしていた。その他、1996年大晦日に内田祐也主催の24スニューイヤーロックフェスティバルに出演。 1998年3月には赤坂ブリッツで行われたマック・エヌ・ロール・ナイトに出演、カロゴンズと共演。ダイナマイト・ポップスのライブにゲストとして出演した著名アーティストとしては、浅野高美、上山中、鳥塚、茂木、三原純子、明、キ野達彦、角田信明、大森隆リリーズ、ジェリー・藤尾、カロゴンズ、カツラ西口・久美子。 ふとがかねたなど、ありがとうございます。